からない僕たちだけの秘密なんだ。空想の海を渡る翼、大きな翼じゃないさ。魔法の言葉知ってる、おもちゃじゃ漫画家シールゲーム、おもちゃじゃ漫画家シールゲーム、ほら今はドキドキだから、目いっぱいだぜ、だから輝いていよう、夢中だぜ、冒険しようぜ、友達だぜ。カモンヘッボーイ、カモンカモン、カモンヘッボーイ、カモンカモン、今の僕たちマニュアル通りにゃ行かないぜ。剣の本当の持ち主はこの俺だ。そうかな、剣は一人手に抜けたように見えたんだけど、あの剣は俺のものだ。俺がヘポリスの勇者なんだ。竜とかっこいい。大丈夫かしらこの二人。この次を見れば俺が真の勇者だということがはっきりするさ。次回ロープレ伝説ヘポイ、ハリセンボー当選坊、見逃すなよ。ここはどこだ。わかんないわよ、逃げるのに必死だったんだもん。あ、あれ見て、ドラゴンキャッスルだ。ヘポへ行きましょう。そしてドラゴンキャッスルを蘇らせるのよ。どうなってるんだ、いくら歩いても全然近づけないぞ。次回ロープレ伝説ヘポイ、マンマンドリルの罠、お楽しみに。喜ぶのはまだ早い。城の番人ダンアローに俺たちがヘポリスの勇者だと分からせないと中へ入れないぜ。何してるの、急いで、ゴーストキャッスルが攻めてきちゃったじゃない。僕はヘポリスの勇者だ。次回ロープレ伝説ヘポイ、ドスンと豚コウモリ、見逃すなよ。どういうこと、蘇ったはずのドラゴンキャッスルが動かなくなっちゃうなんて。分かんねえよそんなこと。おいヘポイ、なんとかしろよ。困ったな、どうしたらいいんだろう。あら、そのキャッスルダイム、なんか変よ。本当だ、一体誰がこんなこと。よし、話好きの木に聞いてみよう。あの木なら何か知ってるかもしれない。次回ロープレ伝説ヘポイ、うるせえぞ怖いぞ、お楽しみに。さあ、これなんじゃるさんに出発よ。おうおう、リュックなんか背負っちゃってまるで遠足気分だな。あれ、変なおっちゃんがついてくるよ。いいじゃない、旅は大勢の方が楽しいわよ。やった、みんなでダンジョンに挑戦だ。はいはい、どうなっても知らねえからな。次回ロープレ伝説ヘポイ、お山の大将フンドル大佐、見逃すなよ。あ、地面からマグマが噴き出した。こりゃ戦ってる場合じゃねえな。見ろよ、このままじゃふもとの村が大変なことになる。マグマ天使の頭の上で派手に暴れるから怒っちゃったのよ。ヘポイ、なんとかしなさい。なんとかってどうすればいいの。あんたヘポリスの勇者でしょ、自分で考えなさい。次回ロープレ伝説ヘポイ、ドッカンマグマ天使、見逃すなよ。行け、ドラゴンキャッスル、ゴーストキャッスルをやっつけろ。何あの雲、すごいダークヘポリスの力を感じる。邪悪のやつ、悪あがきしやがって。負けるもんか、バルジージャを元に戻すんだ。頑張れヘポイ、俺がついてるぜ。次回ロープレ伝説ヘポイ、邪悪は邪悪、お楽しみに。
あれ？ここどこ？ここはブリザーディア。魔王ドラクネスが支配している国よ。見ろ、何かが戦ってるぞ。あれはキングキャッスル。でかい。さすが聖騎士軍のリーダー、かっこいい。よし、キングキャッスルと力を合わせてドラクネスをやっつけてやる。次回ロープレ伝説ヘボイ、ダンディにお任せ。逃すなよ。そこら中ゴミだらけじゃない。ゴミ砂漠って言うんだ。ヘボイ、なんでこんなとこに降りたのよ。僕がやったんじゃないよ。なあ、あそこにオアシスがあるから、そこで体を洗おう。美人のお姉さんも呼んでるしね。もういや、あんたたちみたいなガサツなのとは一緒に旅できない。何を怒ってんだ。次回ロープレ伝説ヘボイ、愛しのチョッコリーナ、お楽しみに。なんだ、キャッスルが道を塞いでるぞ。きっとプラントキャッスルに近づくものを見張ってるのよ。よし、道開けるように頼んでみる。おい、やめろヘポイ。ヘポイ、危ないからやめなさい。あのね、クイズに正解したらここを通してくれるって。何それ、変なやつ。次回ロープレ伝説ヘポイ、クイズ王だディノ、見逃すなよ。おいおい、また変なところに来ちまったぜ。なんか闘技場みたいだね。あのアリバカって占い師に騙されたのよ。やっぱりな、どうもあいつは鼻から虫が好かなかったんだ。竜と強そうな巨人が攻めてきたよ。よし、こうなったら戦うっきゃねえぜ。頑張れ二人とも、そんなやつやっつけちゃえ。次回ロープレ伝説ヘボイ、そんなのアリバカ、見逃すなよ。バトルキャッスル、力を貸して。無駄よヘポイ、このガイストンでは聖騎士軍までも信頼をなくしてるわ。ヘポイが真のヘポリスの勇者だということを奴に信じさせない限り一緒に戦ってはくれないぞ。でもどうやって。俺たちがこれまでやってきたことを見せてやるんだ。うまくいくかしら。次回ロープレ伝説ヘポイ、なんたってヘポイ、絶対見てね。よし、鬼ごっこだ。違うでしょヘポイ。じゃあかくれんぼ。何バカなこと言ってんだ、この大事な時に。そうよ、約束の時間までにガンガンジーを見つけ出して勇者のリングを取り戻さないと、デンソードの命がないのよ。心配ないって、僕に任せて。お前その自信は一体どこから湧いてくるんだ。次回ロープレ伝説ヘポイ、迷ってピンボン、お楽しみに。竜となんとかしなさいよ。できりゃとっくにやってるよ。役に立たないわね。おい、そりゃないだろうミア。お待たせ。ヘポイが帰ってきたわ。ヘポイ、お前その格好は。へえ、鎧玉もらっちゃった。次回ロープレ伝説ヘポイ、カナワン、タクワン同人、見逃すなよ。わーい、海だ。この海を渡ればケアポスだな。でも問題はどうやって渡るかよね。ねえねえ、あの船乗せてくれるって。ヘポイ、ありゃ海賊船だぞ。ちょっとヤバいんじゃない。あ、おっちゃん、ブンザエモン、なんであいつが海賊船なんかに。次回ロープレ伝説ヘポイ、クジラっ子だよ、絶対に見てね。寒い。どうなってんの、街も人もみんな凍っちゃってる。僕寒いの嫌だよ。これもドラクネスの仕業かしら。あそこに凍ってない人がいるよ、あの人に聞いてみる。でもなんであいつだけ凍ってないんだ。次回ロープレ伝説ヘポイ、ブリッコボンボン、お楽しみに。おい、隠れて、夢を取られちゃうわよ。夢を。あれは星の卵様の夢取りカメラ。星の卵様って。他人の夢をコレクションしてる夢泥棒なの。じゃあ悪いやつなんだね。次回ロープレ伝説ヘポイ、星降る丘の卵様、お楽しみに。
うるさいな、何なんだよ一体。もしかしてミーヤ犬が怖いの？たくしょうがねえ。ドア！リュート、おわ！こいつ強いぞ。何やってんのよ二人とも。そんなやつ早くやっつけてよ。そんなこと言ったってこの犬強いよ。次回ロープレ伝説ヘボイドーベロマンガブリ、見逃すなよ。なんてこった、ヘボイが負けちまったぜ。くじけちゃダメ、特訓するのよヘボイ。僕やだ。何？どうしちゃったのヘボイ。僕何もやりたくない。甘ったれるんじゃない。おいヘボイ、ここは逆らわない方がいいぜ。ほら、そんな綿飴捨てて特訓開始よ。特訓なんてめんどくさいよ。次回ロープレ伝説ヘボイお邪魔虫モクモクも見逃すなよ。よし、これでファンタジーランドの半分は解放したぜ。うん、僕たちってすごいね。もうすぐいい気になるんだから。ねえミーヤ、次はどこ？グレイブランド、正義の国とも呼ばれているわ。じゃあ悪い人たちはいないんだね。さあそいつはどうかな。見ると聞くとは大違いって言うしな。次回ロープレ伝説ヘポイ丸かじり鍋ランチャ、お楽しみに。正義の剣のありかが分かったわよ。どうせあのドンボールが言ったことだろ。どうしたのリュウト。俺はあいつみたいに根性根性ってやつは虫が好かねえんだ。もうリュウトのひねくれ者。だいたいドンボールが帰ってきてからろくなことがねえんだ。でも僕ドンボールのこと尊敬してるよ。次回ロープレ伝説ヘポイあんたの思うツボ、見逃すなよ。いよいよブリキングの化けの皮を剥がす時ね。正義の剣が俺を呼んでいる。どちらが本物の正義の剣か一対一の勝負ではっきりさせよう。正義の剣が欲しい。向こうはマグカップ卿が代表よ。ハニワン王子、勝って君が本当の王様だってことをみんなに見せてやるんだ。正義の剣は俺のものだ。次回ロープレ伝説ヘポイあっと驚くマグカップ、絶対見てね。無理だよ、グランドキャッスルはあんな高い山登れないよ。なんだ、山の上からガスが降りてくるぞ。あれはディスコガスよ。ディスコガス？吸うと死ぬまで踊り続けるという恐ろしい毒ガスよ。大変だ、なんとかしてガスを止めないと。次回ロープレ伝説ヘポイ笑って踊ってブリキング、見逃すなよ。なんだか急に日が陰ってきたわね。雨が降るのかな。いや、雨雲にしちゃ様子が変だぜ。あ、空中戦やってる。タランチュリアで何かあったんだわ。タランチュリアって雲の上にあるという、本当にあったのか。ねえねえ、雲の上ってどうやって行くの。次回ドープレ伝説ヘポイ飛んでる相撲取り、お楽しみに。ねえねえ、あのガマゾネス何か怪しいと思わない？クラダか？味方のふりして俺たちを罠にはめよって魂胆かもな。違うのよ、あの子おっちゃんのこと好きなんじゃないかしら。文左衛門を？まさか。間違いないわ、女の勘よ。ねえ、何の話？いいのよヘポイは気にしなくても。次回ロープレ伝説ヘポイ格闘王キューピー鈴木、見逃すなよ。よみがえれバロンキャッスル、ニフテクラドバロムガー。ダメだわ、遠すぎてバロンキャッスルにはパワーが届かない。なんとかしてバロンキャッスルに近づかなきゃ。無理よ、あの砦は突破できないわ。我ら MD6 人衆に任せてくれ。どういうことガンバード。我らが6人揃った時、その力は100倍、いや1000倍にもなるのだ。次回ロープレ伝説ヘポイいきなり合体王、お楽しみに。見てあそこ、バロンキャッスルが雲の渦に捕まってる。まずい、このままではバロンキャッスルがバラバラになってしまう。どうすればバロンキャッスルを助けられるの。方法は一つ、雷陰国の住人同士の喧嘩をやめさせるの。みんなを仲直りさせればいいんだね。そんなの簡単簡単。さすがはヘポリスの勇者、頼もしいな。次回ロープレ伝説ヘポイ右や左のゴロゴロ、絶対に見てね。
あ、竜とおっちゃん、すぐ助けるからね。待って、ヘポイ、それは罠よ、入っちゃダメ。あれ、どうなってんのここ。ほら、言わんこっちゃない。まんまと敵の罠にはまっちゃった。虎穴にいらずんば小じを得ず。意味わかってんの？これってファラオキャッスルが作った異次元の檻よ。ファラオキャッスルにも困ったもんだ。次回、ロープレ伝説ヘポイ、ああ、ファラオキャッスル、お楽しみに。ヘポイ、どうだった？欲深いの街の様子は？知りたかったらダイム10枚。どうしたんだお前。あんた、まさか欲深ヒレ将軍の特製スープを飲んだんじゃ。それを飲むとどうなるんだ？みんなお茶みたいな欲深な性格になっちゃうのよ。ごちゃごちゃ言ってないで早く出すもの出さないと、僕の勇者の剣が物を言っちゃうよ。次回、ロープレ伝説ヘポイ、ごちそうさま深ヒレ将軍、見逃すなよ。みんな逃げろ、バロンキャッスルが襲ってくるぞ。大変、ドラクネスに操られているんだわ。じゃあ他の聖騎士軍のキャッスルも？これじゃせっかくキャッスルプリンセスを助け出してもどうにもならないぜ。こうなったらドラクネスを倒すしかない。ダメよヘッポイ、今のあなたじゃまだドラクネスには勝てないわ。次回、ロープレ伝説ヘッポイ、激突ヘッポイ対ドラクネス、見逃すなよ。どうしちゃったんだ、僕は全然力が出ない。まるでただのぬいぐるみに戻ったみたいだ。そうか、勇者の剣がないとヘポリスの力が使えないんだ。どうしよう、こんなことじゃドラクネスを倒すどころかこの荒野で生き延びることもできないぞ。次回、ロープレ伝説ヘポイ、目覚めよ勇者の剣。今の僕にはこの寮の拳だけが頼りなんだ。今まで何してたのよ。ミーアとリュートを探してたんだ。ねえ、リュートは？あんな人のことは忘れなさい。仲間をやったのは貴様か。え、あ、リュート。ヘポイ、生きてたのか。次回、ロープレ伝説ヘポイ、再会リュートとミーア。僕が気を失っている間に一体何が？ヘポイ、貴様何をした？何言ってんの、リュートが勝手についてきたんじゃないか。うるさい、すぐ引き返せ。やだ、僕は時の流れを変えるんだ。無駄なことを。そんなことやってみなくちゃわからないよ。ヘポイ、今のお前に何ができる？次回、ロープレ伝説ヘポイ、時をかけるヘポイ、みんな死ななくて済むように僕が運命を変えてやる。どうしちゃったのヘポイ、マカさんなんかに苦戦して。奴は勇者の剣をなくしてヘポリスの力を使いこなせなくなっている。だったら急がば回れよ、マジカルギルドで修行やり直しましょう。マジカルギルドって？この世の平和の守り主、ヘポリスマスターを育てる場所よ。ヘポリスマスター？次回、ロープレ伝説ヘポイ、ヘポリスマスターへの道、ファンタジーランドの平和は僕が守る。おい、みんな無事か？ええ、なんとか助かったわ。こんなところに岩種があるなんて僕たち運がいいね。これは偶然なんかじゃねえな。じゃあ、もしかしてここがマジカルギルド？やった、ますますラッキー。相変わらずのんきなやつだ。こんなところでどうやって修行するんだ？見て、滝の裏に誰かいるみたい。次回、ロープレ伝説ヘポイ、悪の花ミカエル、あの人は一体誰なんだろう。ミカエルの野郎、今度あったらただじゃおかねえ。でもあいつかなりの使い手よ。そうそう、ミカリに勝つにはもっと修行しなくちゃ。ねえ、リュウトも一緒に修行しよう。嫌だね、俺は修行なんてまどろっこしいことは大嫌いなんだ。またそんなこと言って、ヘポイのためにもなるんだから一緒に修行したら？次回、ロープレ伝説ヘポイ、リュウト、お前もか？やっぱりリュウトもヘポリスの勇者？なんだこの体の芯から燃え上がってくる力は。すごい、リュウトどうしちゃったの？覇者の剣がリュウトの力を目覚めさせたんだわ。こいつは面白くなった。行くぜミカエル。ヘポイ、二人を止めて。このまま戦い続けたらこの洞窟が壊れちゃう。ダメだ、僕の手には負えないよ。もう情けないわね。次回、ロープレ伝説ヘポイ、さらばローシオ、早く何とかしないと大変なことになる。ヘ
ごい、マッカさんがポポコちゃんをさらって逃げたわ。なんだって。そう、弱バトルキャッスル、そこをどけ。エポイ、そいつはハイパードラゴンキャッスルに任せてマッカさんを追うんだ。リュウト、どうしてここへ。覇者の剣に導かれてな。どうやらミカエルがこの近くにいるらしい。ミカエルとマッカさんが手を組んだら厄介なことになるわね。次回、ロープレ伝説ヘポイ、マッカさん散る。ポポコ、今助けに行くからね。ミーア、覇者の剣を返せ。こんなものない方がいいのよ。剣のせいでリュウトもミカリもおかしくなっちゃったんだから。わけのわかんねえこと言ってねえで剣を返せ。お願い、ミカリの話を聞いてやって。彼は改心したわ。待て、ミーア、どこ行く。大変だよ、ミカリが弱バトルキャッスルを奪い返しに来たよ。次回、ロープレ伝説ヘポイ、ミカエルの逆玉作戦。ミカエル、これが貴様のやり方か。ごめんよ、バトルキャッスル。ヘポイ、悲しんでいてもどうにもならないわ。それより今はセントキャッスルを見つけるのが先よ。で、肝心のセントキャッスルはどこにいるんだ。伝説ではグレーブランドに眠ってるらしいんだけど。グレーブランドか。兄は王子に会えたらいいね。何のんきなこと言ってやがる。あそこは今戦乱の真っ最中だぞ。次回、ロープレ伝説ヘポイ、セントキャッスルを探せ。でも、私たちグレーブランドまでどうやって行くの。どうしよう、キャッスルに囲まれちゃった。バンジキュースか。あれ見て、ミカエルたちの様子が変よ。ああ、シスターケイトがいる。なんだあの派手な格好は。ウェディングドレスだわ。なんだってこんなところにそんな格好して現れたんだ。わかった、ミカリンと結婚するんだ。そんなことさせるもんですか。何としても妨害するのよ。次回、ロープレ伝説ヘポイ、結婚式をぶっ潰せ。シスターケイト、悪く思わないでね。いよいよ反撃開始だぜ。そのためにはまずキャッスルプリンセス様を助け出さなきゃね。でも都人会はドラグネスにしか開けられないんでしょ。王者の剣があればきっと開けられるわ。王者の剣、ヘポリスマスターだけが持つことのできる史上最強の剣よ。僕何としてでも王者の剣を手に入れる。次回、ロープレ伝説ヘポイ、絶対無敵王者の剣。ドラグネス、貴様の天下もあとわずかだぜ。王者の剣は手に入ったし、バトルキャッスルは正義の心を取り戻したし、あとはキャッスルプリンセスだな。でも肝心の都人会の居場所はファラオキャッスルしか知らないのよ。あんな奴の力を借りるくらいならプリンセスの救出を諦めた方がマシだ。ダメだよリュウト、誰とでも仲良くしないと。次回、ロープレ伝説ヘポイ、スネルナファラオ。何としてでもプリンセス様をお救いしなければ。ねえミーア、これからどうすればいいの。バージル島で聖なる儀式を取り行えば、聖騎神軍の心が元に戻るわ。あと一息だね。そう簡単にはいかないようだぜ。何かがものすごい勢いで近づいてくる。ミカエルだ、証拠りもなく追ってきやがった。どうなってんの、今までとパワーが全然違う。次回、ロープレ伝説ヘポイ、ミカエルの逆襲。どうする、このままじゃ勝ち目はないぜ。MD6 人衆、みんなの仇は撃つからね。その息だ、何としてでもミカエルの追撃を食い止めるぞ。頼んだわよ二人とも。キャッスルプリンセス様が祈りを捧げている間、誰もバージル島に近づけさせないで。任せといて。とは言うものの、このままじゃ奴に勝てないのは確かだな。リュウト、あんたまさか。次回、ロープレ伝説ヘポイ、ミカエル破れたり。僕もう本気で怒ったぞ。さすがにキャッスルがこれだけ揃うと壮観だな。そうだね、みんながいればもう大丈夫だね。まだ気を抜いちゃダメよ、キングキャッスルが目覚めるまでは安心できないわ。ドラクネスのことだ、きっと妨害してくるぞ。もしかしてあの大きな鎧がそう。あれはシスターケイト、ミカエルの弔い合戦か。次回、ロープレ伝説ヘポイ、復活キングキャッスル。二人とも気をつけて、恋に敗れた女は怖いのよ。みんなやめて、戦っちゃダメだ。ヘポイ、何寝ぼけたことを言ってるんだ。だってこのままだとファンタジーランドが滅んでしまう。今さらキャッスルたちを止めることなど誰にもできん。いや、一つだけ方法がある。ヘポイ、あんたまさか。全てのキャッスルを封印するつもりか。そんなことしたらヘポイが死んじゃう。次回、ロープレ伝説ヘポイ、ヘポイ決死の封印。ミュート、後のことは頼んだよ。
ポイ、その体で戦えるのか。大丈夫、ここで負けるわけにはいかないんだ。ドラクネス覚悟。やった、ドラクネスの首が飛んだ。とうとうやったのね、ついにドラクネスを倒したんだわ。え、ドラクネスの体が元通りに。そんなバカな。次回、ロープレ伝説ヘポイ、不死身の魔王ドラクネス、どうすれば奴を倒すことができる。あれが本物のドラクネスか。世界最大のいじめっ子め、僕も絶対に許さない。ヘポイのエネルギーが魔王の剣に吸い取られる。そんな、これじゃドラクネスを倒せない。諦めちゃダメ、あなたはヘポリスの勇者なのよ。ヘポイ、自分を信じろ。ヘポリスの力を信じるんだ。次回、ロープレ伝説ヘポイ最終回、最後のヘポリスマスター、絶対に見てね。文左衛門、あとは頼んだぜ。水晶や。何？ヘポイハン、ミヤハン、ニュートハン、マッドグナーリ、ワイを置いてったらあかんで。おっちゃん、あいつが一緒だとろくなことにならねえぜ。逃げよう。うん。